電車でGo プロフェッショナル仕様、今回は秋田新幹線小町運転します。進めます。ちょっと駅が多いかなって感じでちょっとスキップします。1055号があります。制限55なんで、まあ、50号くらいになったら脱線速攻すればいいというだけの話があります。ただ制限80なんですけど、それも同じで制限80になったら脱線速攻するっていうのでいいんじゃないかと思います。で、すぐ制限解除来ますね。はい、セクションにます。四国四国山の800m かなからスタート。この電車は秋田新幹線を小町号東京行きで盛岡です。山彦号と天津天津天津の上松に停車するアスネクストご乗車ありがとうございます。この電車は秋田新幹線小町12号東京駅行きです。新原駅までの停車駅は大曲がり神奈川区盛岡です。次は大曲がりに止まります。110であります。なので110なんですけど、まあ、これも速度オーバーしないでしょうから、ただ飛ばすだけですね。制限90あります。大張りの前どこからだろう。大張りの前950m かな。ここで90制限になります。ダメか。制限110ありますけど、これは無視ですね。速度オーバーすることはないでしょう。制限80あります。危なかった。どうしたの。制限80確定が、ここですね、今のところ。大阪駅前1850m 前ぐらいかな、踏切ね。で、大阪駅に1800km 前、1800m 前で90km 制限、80km 制限、あと90km 制限、100km 制限ってことだけど、まあ、速度オーバーしなきゃ OK でしょう、ここら辺は。制限90、制限90確定は、見る時間前、1850m 前ですね。30km オーバー、なんて出るんだこの新幹線は。本線場内進行。有馬の35がトップスピードかな。じゃあ出せ。本線出発進行。さすがに限界かかる。まもなく大曲がりです。山本線はこの2階です。大曲がりの次は角館に止まります。 Ladies and gentlemen, please make a stop after 大曲がり。さあ、セクション開始。大曲がり前、550m 前かな、ぐらいからセクション開始と。佐渡450m 前まで55大曲がり停車セクションです。85がありますけども、そのスピードになったら脱線走行すればいいというか、そこまで難しい話ではないと思います。次が75があります。本線場内支援後175停車。間に合うか、これ間に合うか。ブレーキ危なかった。どうしたの。角の立て前150m で停車ですね。この電車制限75ありますけど無視です。だって追いつかないから、スピード違反にはならないからね。どんどん加速しちゃう。差し巻き前1350m 前からセクション開始から1350m 前。ああ間違えた、セクション忘れてた。9落ちちゃった。まあいいや、75ありますね。ただまあこれは大丈夫でしょう。制限75確定はいくつだ。田沢湖 200m 前ですね。停車。
停車。ここ停車。イースビー併合準備。OK。簡単簡単。